白そうだと思っています。そして今日は、今日の題はみんなで元気になりましょうということなんですけど、元気そのもの、太鼓クラスの立石太鼓クラスの先生もおいでいただいてますで私の孫が今太鼓のクラスで先生に教えて始めたんですけど、面白いそうで、太鼓の大きさこんなとこで、バチがこんなで打てないんですけど、5歳で始めたところです。そして一郎さんはいなくなってしまったんですけど、ニューヨークに行かれるまで一郎さんの専属のここでのカメラをずっと手掛けて、今は岩隈さんの、写真を撮られて、時事通信をその場で撮って時事通信に送るという、一度リタイアされて一郎さん行っちゃったから自分の時間もすごくいいじゃないですかって言ってたら、またなんか岩隈さんの写真を頼まれたんだと思うんですけど、危険なもうボールを何回も当たって死にはぐったという、死にかけたという、あの小野沢さんもいらしていただいてます。私もそれから本当にもう元気の塊、もうパワーの塊みたいな横山さん、どこに隠れてるでしょうか。横山さんはアイラブーズ氏、それから指導士、経営者、そして40年にわたって日本で子どもの教育に携わって今年で40年を迎えるという、もうなんかそばにいただけでもうなんか跳ね返りそうなくらい元気な方です。それでですね、私は日本で何回かっていうか、私の講演会は必ず僕も喋らせてって言ってる人がいるんですが、この南部啓二さんっていう人です。この人は、孫さんと孫正義さんと一緒にソフトバンクを立ち上げた人なんですね。でその後ベネフィットワンの、普通の何でもない会社を一部上場に持っていって、また違うことをそれを売って、何でしたっけ、もう一つの人材派遣の会社、それも一部上場させてお父さんに進んで、でその勝ち組の共通点っていう本を出したんですけど、この人に教えてもらったことが一つあるんですね。偶然にも私の本を読んでくださって、私の大ファンなんでくださって、菅沼さんの講演会には僕絶対最後に喋らせて、じゃあ15分あげますって言うんですけど、ずっと伸びて私の時間がいつも削られてるんですけど、この人は、ジョセフ・マーティの自分は日本の代表って言ったんですね。それは自他ともに、認めているんですけども、とにかくこの人の定義は死ぬほど頑張らなくていい、死ぬほど頑張ったら死んじゃうって言うんですね。でそのチャンスを絶対に逃がさない、そして思ったことは絶対にやり遂げる。でこの人から教わったのは、今日それをぜひ横山さんにここへ立っていただいて、今言っていただいた方立っていただいてて、最後に皆さん握手して帰ってください。この人はですね、そういうパワーがある人からある人握手をすると絶対にエネルギーをもらえるっていうんですね。握手の仕方があるんです。握手をした時にここに力を入れるんだそうです。それでその人の目を見てギュッと握手をすると絶対にエネルギーをもらえるそうですから、ぜひやってみてください。で最後には、ちょっと、五日市剛さんの講演会が去年あったんですが、いらした方どれくらいいらっしゃるでしょうか。お一人だけですか。じゃあ私も含めて二人だけっていうことですね。その方のお話をもうぜひ今日は最後の方で伝えしたいと思っています。で今日は何をおしゃべりさせていただいたらいいでしょうかと、日本で講演会を開いた最初のきっかけは、本を読んでくださった方がこの著者に会いたいっていうことを
っと話聞かせてっていうことから始まって、まあ、最初は日比谷でまあ、お茶会程度のところで、40人ぐらいだったんですけども、それから青山、大阪、芦屋と、最後は300人ぐらいの方にいらしていただく、講演会となりました。それで去年またって言われたんですが、去年私は股関節の手術をして、プラスチックがこの辺に入ってるんですけども、日本って歩かなくちゃいけませんので、ちょっと去年はやりませんでした。で、講演会をさせていただく私の最大目的は、いろんな方にいらしていただいて、いっぱい元気をもらいたいんですね。そして私も、ある元気を皆さんに持っていってもらいたいと思います。ただ一人で元気、持っていかれる、お互いにもらったりもらわれたりですから、こういう集まりって私は大好きなのは、こういう中ってやっぱりすごくいい気が流れてるじゃないですか。今日雨降って家でお茶飲んで DVD 見てたいなって思ってる人は来ないですよね。でもこんな天気悪いのに、じゃあちょっと行ってみようか、なんか菅沼彦が喋るみたいだから行ってみようかって言って一歩踏み出して来てくださった方っていうのは、やっぱりエネルギーもあるしパワーもあると思うんですね。ですから今この中にはたくさんいいエネルギーが動いている、そういう感じします。ですから私も人が集まることも大好きで、セミナーも講演会も時間のある限り参加して、いろんな方といっぱいエネルギーをね、交換したいなと思ってます。今日ですからここを出られるときには皆さん元気になっていただきたいんで、そういうパワーのある方たちがいっぱいいらしてます。皆さん握手していっていただきたいと思います。それから、今日はもう一方、遠くからなんですけど、白川仏教会あるんですね、白川仏教会のご住職ご夫妻もいらしていただいてます。小栗先生、珍しいお名前なんです。小栗ご住職です。ずっとカリフォルニアの方で、お説教をされていろんな方たちを導いてくださった方なんですが、実は私の主人の、お墓は日本なんですけど、一部こちらの別院に納骨堂にちょっと置かせていただいてます。でその時の、もう今亡くなられたんですが、大内先生というご住職がのご法話の中で、それは本にも書いてあるんですけど、人間は何でも不満を言ったら不満だらけ、でも感謝をしようと思ったら何でも感謝、一本の指があるから、主人の下着を毎日洗ってきれいな下着を着せてあげられることができる、ありがたいこの一本指って言って、そういうご法話は何でかいつも残ってるんですけど、大内先生のご法話でした。そんな中で私は人生で4つの、まあ大きな出来事っていうか、っていうことに出会ってるんですけど、皆さんもいっぱいそういうことって出会うじゃないですか。ですよね。離婚、ちょっと話それるんですけど、私の話それちゃうから足りなくなっちゃうんです、時間がいつも。離婚って言えば、ここ4年間で6件離婚の相談があったんですね。すいません、不動産に関係ないんですけど、ちょっと相談乗っていただけるでしょうか。引っ越しの相談かなと思ったら、いや実はですね、ちょっと今あんまり主人とうまくいってなくて離婚のことを考えてるんですけどって言われても、全然わかんないですよね。うちは不動産やっつーのって言うんですけど、私のアシスタントが何ですかっていう感じなんですけど、こうやんですよ。もうね、電話に30分40分喋り続けちゃうんで、もうこういうふうにやられるんですけど、でこっちの電話こっちの電話ってかかってるって言われるんですけど、でも離婚だけは相談に乗れませんって言ってるんです。
で、それはもう分からないです。会ったこともないし、ご主人も奥さんも分からない。ただ離婚っていうのはどっちにも責任がある。それはもう 100% 正解なことだと思います。ただ一つだけ、絶対に弁護士さん、今日弁護士さんいらしてますか？いらしてないですか？あ、すみません。弁護士さんにだけはお金を儲けさせないようにですね。っていうのは、弁護士さんはそういう身内を言ってほしいんです。揉めれば揉めるほどお金で、離婚は特に揉めてほしくないのは、持ってるお金を子供たちに残すことを考える方が良くないですか？アメリカで離婚何万ドルも取られる訴訟になったら、それを子供に何で残してあげるように持っていかないのかなって思います。夫婦が揉めるのは勝手に揉めてって言ってるんですけど、それと月水金は主人の方、同日なんとかは私なんです、権利があるんです。じゃないでしょう。やっぱり子供が行きたいところに行かせてあげる、そういう方向づけがどうしてできないのかなってとっても思います。そうしてください、離婚を考えている人で、一番最初、もちろん結婚するまではもうのほほんとしたいことして、勉強大嫌いでしたから、カンニングもして 本読んでくださった人がほとんどなんで、もうみんなバレてるんですけど、高校生の時も、カンニングで捕まったっていうくらい本当に勉強大嫌いだったんですけど、まあそれなりに結婚して、で最初それまではね、もう食べるものもちゃんと食べさせてもらってましたし、なんか普通に育てられたんですけど、まあ結婚して子供が生まれて、その時に最初に大きなことでした。今日ここに、今どっかに外にいるのか、ちょっとどっか一番後ろにいると思いますが、そこに一本指で、左手一本指で生まれたんですね。でそういう、その時に裏話なんですけど、生まれて普通は、はい男の子ちゃんです、女の子ちゃんですってすぐ会わせてくれますよね。会えなかったんですね。一晩会えなかったんです。どうして会えないのか、なんか泣き声がしてるんだけども、あれがうちの子じゃないかなって言いながら会えないんですね。でどうしてかな、ちょっとね、ちょっともうちょっと綺麗にしてから連れてきますね、ちょっとなんか熱っぽいから、ちょっとでも元気な男の子ちゃんって言われながら、なんかごまかせられながら一晩かして、その一晩の中できっとなんかあったんだ、正常な子じゃなかったんじゃないか、とっても一晩中考えたんですね。そしたら朝になってやっと連れてきました。はい、元気な男の子ちゃんですって言って、こっから半分タオルかかってですね、それでもちろんした、で、はい、肩肌脱いちゃってこうやって出てた。で、ね、元気な赤ちゃんですよ。で、見たら何かが足りないのかなって一晩中思ったんですけど、手があった。で、足触らせてくださいって、足触ったら足もあったんですね。じゃあそっちの手も触らせてくださいって言ったら、今ねもうちょっと先生の会心があるんで、また後でねって言って連れてっちゃったんですね。あっち、そっちの触らせてくれなかった手に問題があるんだ、すごいその時思ったんです。